ロのリクエストタイム。だいぶ早いん、遊びやん。そうか、立たないかんすか。ラジオオフね。な、時間で終わる。時間で終わるって。ポリポリ給料は分いくらい。ああ、分いくらや。分何十円の世界。30が。やっぱ昨日雨でだいぶ止まってた。
るのね、バカですね。よか、よかったあ、感情深夜まで真面目かね、真面目か分からんけんね、やっぱバイエット電話した？行った？まだ持っとる？持っとら、この距離やっとる。ああ。また売ってくれる。ああ。結構買えないかやろ。まあ、100万ぐらいかかろうな、いろいろ整備して売ろうでしょ。そうやろね。そんまんまやったらまた壊るもんね。ああ、もうほら、まただいぶ来とるな。ジャケ変えてんけど。周り去年やっとったもんね。デアリング飛んだまんま使うわけない。最後も飛んだまんまやけど。あ、そうや。うん。2個飛んどるか。じゃあ、吸い替えるだけではいいやん。結構かかる。もうやけ、売れる、もうやめるけんとこ取るけん、買えとらへんと。あらで後で買えなそう。あとな、もう時間900時間、1000時間近く取るけん、なかなか売れるやん。10年目で売っとくと良かったです。結構タコで売れとる。足回りもいかんのかった。時間もほらそこまでなかったね。そうか、うん、まだタコで変わるって言われた。10年無理やった。10年が目指す。10何年？13年。あ、そうや。なかなかな、補助事業探そうでしょ、なかったな。全部で？もう買ったね。買ったね。特に良いのね。なんとまずマジで世話要請ですよ。自己資金。まあ少しね、あるやかじる。だってタオル機がじゃけ、廃用階段するじゃん。あ、そうなの。タオル機はもう10年たたんくらいで最後。ああ、ちょうどよかったあったぜ。いや、事業もあって、もう型も気をつけ、一個細かくなもんだったね、タオル機は。五条？五条の、あ、頭のね、細かとあるとさ、4畳型と頭と、2番ともで太長型と。あ、そうなの。2種類あるんじゃね。安価タイプと高価タイプ。あ、安かとかこう取ったけ、うん、そういうのが早かったんきたけ。ああ、そういうことね。でちょうど事業もあったけ、買い直ったらいいけど、事業もあったけ。今ほら買い直すのにさ、馬力とか乗数ば上げたら、うん、よかよっていう条件にあるけ。やっけほら、タワーベーキは6畳になる。あで、こいはその間の5畳が買わないかんとやって、県に聞いてもらったって、やっぱ市役所から。そしたらその馬力10馬力上がるけん、 馬力の上がるとね、別に構わんですよって言われたって。まあ、そこが変わるって言って、こうだった。こいがダメなら5畳の買わないかもしれないけどな。5畳が良かったの。いや、高すぎる。まあね、こいのに合わん。S 字になったら小屋になるとか。そうね。じゃけんマックスライカーとか。マックで買うか、もうこのままずっと買ったっちゃう。ああ、そうね。いや、やけんマックス。ああ、やけん一緒か。まあ楽は、いや楽は楽かった。そら辺の入り口とかも5年間か。綺麗かった、綺麗かった、買い方は。なるほどね。
ようかな、次の一周入り口でも横ね、また今もうすぐしたら運転しよう。窓開いてほしかった。昔のところでパコって開くの方が良かったな。そしたらビーバー乗りながらとか、そうね、お緑肌とか、そこの人体出らんでしょ。もう好きな。そういうまだ変わる？何買おうかなって考えるかな。あんさ、一回小屋が借り方をして。ああ、筋で借りた。そうそうそう、あっちまで行って帰った。小屋さん違うやん。嫌なら会えば。いや、俺は良かった。俺はやんで良かったけど。なんか一回あるやん、せやんか感じ。こういって感じ。林さんのとこはせやんか感じ。で、栗狩り最初刺したんじゃね。もう最後？最後にね。あ、もうこう来て。全部ね、機械でカルシコ刈り切ったとこばっきだ。あ、そうや。待って、小屋はせんでよかって言おうと。そうそうそう、 YouTube 見よったらいっぱいあるぞ。YouTube 見よったらいっぱいあるぞ。いろいろあるやろうけど、そうね、感情分ばね、4メーターぐらい買ったよかな。ああ、まあ最後に買おうと思えば全然かなって。そらね。